はい、どうもこんにちは、オキニャでございます。トランクスにね続いて、ザマス使っていこうと思います。というわけで、対戦よろしくお願いいたします。んー、どうしようかな。相手サルベジがリーダーで神の木みたいな感じか。お願いします。まあリーダーサルベジなんで、青は刺していって緑確定、あとはまあ紫でいきましょうか。対戦お願いします。というわけで、対戦お願いします。さあ、とりあえず射撃連発して入っていく。いいね、強くだから君強すぎるんだよ本当に。いや先ほどね、トランクス使ってみた動画危ねえ上げたんですけれども、ぶっ壊れだったんで、はい、見てもらったら分かるんですけれども、ぶっ壊れだったんで、ぜひね、そちらの方の動画も見ていってください。というわけで、はい、とりあえずつなげて。いやトランクス火力本当にやばいな。これちょっと外しましょうか。外してオッケーオッケー、入っていくでしょ。はい、パーティーが半壊でございます。すでに あそこ圧なのか。オッケーオッケー。さあとりあえずこれはカバチェンでオッケー出してコンボ取っていきたいな。今ドロ速2段階アップなんでね、危ね。さあこれとりあえず特殊でバンシング奪ってワンチャン入ったりしない。オッケーオッケー、これがあるんですよ、強い。外します。おお、そこ強気だな。はい、飛ばして、よしよし。いやー強いなー。お祈りカワチェンはね、やっぱり未来多いんでね、そこは素晴らしいですね。ていうかあれですね、なんかユニークゲージのキャラ増えてきたから、身勝手もなんか何川島スマークみたいなのついてる。ユニークフラグのところに。危ねえ、いやー危ねえじゃなくて当たってるんだよね。いやそれは受けれないか、ちょっときついか。どうでしょうか。身勝手っていうか珍しいな、めちゃくちゃ使ってる人。まあ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 、落ちちゃったけどいいんじゃないですか。普通に序盤のいいところは見せれたと思います。はい、とりあえず必殺ぶち当てていきたいんだけど、なかなか機会がないな。ちょっと打って、オッケーオッケー、入っていく。あー身勝手で止めてくるのか。それだったらあれだな、通常で倒しといた方が良かったな。倒すというか踏ん張り削っといた方が。何してるのそれは。それは何をしてるの。はい、メインで、どうしようかな。タックルでオッケー、入っていく。強いな、やばすぎトランクス。はい、これ究極で落としていく。あーごめんなさい、やばいな強すぎる。っていうか充電 10% ちょっとやばいですけど、よしよしよし、メインで、まああとはね安定で戦っていけば勝てるかなというわけで、ちょっと黙っちゃったけど、対戦ありがとうございました。いやー今ねちょっと劇場の方のガチャ引こうかめっちゃ迷ってるんですよね。さあ回避見て、熱あぶね。さあここドカバキになっちゃう。前の動画でも言ったんですけど、この青コミかっこよくない？めっちゃ普通のブルーと違うのがいいよね。さあとりあえずゴチブル強いよ。そこ攻めてくるか。待って、カワチェンで出したかった。これはこっちで受けて、強いなゴチブル。ちょっとタックル打てないんですよね。回避してないか。欲張って、ナイス。さあこれ確か打撃カバチェン持ってるんだったっけ、ちょっと忘れちゃった。どっちかが持ってるんですよね確か、悟空かベジータか。50秒来ないで、オッケーオッケーオッケー。さあこれライジングいきましょう。50秒切ってくるのか。っていうか火力がやっぱバドスケールだとやばいな。特殊読まないでほしいな。しっかり読まっていく。ちょっと待って、本当にね
ライジングめっちゃ読まれてる。どうしようかな。ちょっと慎重に行きます。フリ取られてるんで。待って、これやばい。あぶねー。ずらして、オッケー。回避圧しっかり買って、出てくるのかな。これこっちで待って、時止めで。びっくり見えないのか。もうこれ究極でいいや。オッケー、入っていくよね。さあこれワンチャン落ちたりしない？どうですかご飯ちゃん、頑張れ。あー惜しいな。さあ取れない、あぶね。さすがに特殊は打ってこない。ヨラちゃん、オッケー、しっかりかぶせて。いやーこれタックル打ちたいんだけど打てないんだよな。あぶね、やっべ、やっちゃった。いや持ってるなこれ。打撃行きます。いや打撃しか持ってこねえ。いや攻めれないんだよな。まあでも相手も回避してる様子ないんで、もう打撃は振りまくります。打撃は振りまくって、まあこっちあれあるんで、なんだ踏ん張りあるんで全然いいですね。はい、それしてくると思ったよ絶対。はい、繋げて、はい、対戦ありがとうございました。ちょっと今のは露骨すぎるね。はい、というわけで対戦お願いします。相手はゴジタブルー、ゴジタブルーじゃないな、なんでゴジタブルーが出てきたんだ。合体戦士パーティーでございますね。リーダーがゴジタ4だったっていうことで、ゴジタすごいんでしょうね。はい、タックルをしっかり見たいんだけど、してこないか。回避見て圧。待って、アーマーキャンセルされた。やらかしたー。そうだ、こいつアーマー持ちだ。まあいいでしょう。とりあえず受けて。よだめ積んで、キャラチェン回避読み。うわー、その特殊も、ちょっと、きついな。とりあえず、こっち出して、ドロソク積んでいきたいんだけど、待って、なんで近づいた？ずらして、圧、オッケー、これ強いよ、ドロソク2段階アップ。これ強いぞ、めちゃくちゃ。さあ、無限に圧が引けるでございます。さあ、これで、経由とかしちゃって。いいね。さあ、特殊がっつり積んで、打撃をさらにつなげていけると。打撃ない。打撃がない。まあまあ、いいでしょう。回避してない。回避圧なかなかしないな。だからその特殊きついって。これライジングありそうなんで、さすがにちょっと出せないですね。裏外してる。待って、麻痺きおいやられた。これライジング飛んできそうだな。いやー、まあ動画的に切りますか。紫絶対ゴジフォーいるんで紫残した方がいいんですけど。あー読んじゃった、これは申し訳ない。まあ結構今日読まれてたんで、ちょっと許してください本当に。さあ踏ん張りがちょっとめんどくさいな。強い、しっかりとつなげて。いいね、いい火力してる本当に。ここ即待って、ずらして、よし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 。さあこれは雑につなげてライジングでいいかな。ここでライジング打ちます。さあ必殺読まないでほしいな。よしよし。いや本当にね、今日なんかガチャ始まる前とか結構 PVP やってたんですけど、めちゃくちゃ読まれた、本当にやばかったんで。うわー、なんだその特殊の使い方は、すごいな。まあ、究極は受けていきましょう、受けていきましょうというか、もうこれで受けるしかなかったんで、ワンチャン耐えたりしないか。落ちた。まあ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 、出します。よしよし、まあ止めれたのはあれですね、たまたま止めれた、よかった、ラッキーですね。とりあえずまあちょっと時間稼いでいきたい感はある。
圧ってこない。回避見て打撃キャンを行きたいんですけど、回避見て打撃キャン、オッケー連れていく。でかいよこれ。さあ属性振り向こうしのげるんじゃないかな。しっかりとつなげて、これウーブ出てきたら裏でトランクスで叩けるんでいいね。もう究極行きましょう。まあとりあえずつなげていけるんですけど、まあトランクスの究極でゴジータ4縛られてたのかな。タックル、おお、なんだ、出しますか。オッケー、めっちゃ打撃カバチェンが決まってくれるのラッキーだな。さあ射撃打って、あーそれはうまい、中距離取って、結構タックル多いですね、結構タックル多いのが分かった。54、いやこれはもらってライジングあるのかな、持ってなさそうですね。即ずらして OK。 さあレジェンダリー行きたいんだけど、どうしよう。特殊積んで、いやこの特殊が本当に優秀。いやもう仕方ない、これ究極行きましょう。ゴジタ4に止められる可能性があるんでね。よしよしよし、かっこいいな、強い。隠してこない、まあ紫出しますか。おお外してくる、ライジングないのか、これ必殺で。あー避けさせてライジングでよかったな、今普通にやらかした。まあいいや、これで打って、めちゃくちゃ時間ギリギリですけど、まあね、ザマス使っていきましたというわけで、オッケーオッケー取っていく。まあまあまあロゼとね選択制なんですけど、まあどっちもありかなと思いますね。一長一短でございますので、序盤ね結構弾集めとか優秀かなと思いました。というわけで、終わっていきます。